埼玉市教育委員会は、埼玉県埼玉市浦和区時は6の4の4に拠点を置く、埼玉市の組織、埼玉市内の教育に関連した調査などを行う行政委員会である。組織は、管理部、学校教育部、生涯学習部など分かれており、それぞれの部門には、教育総務課、教育財務課、教育施設課、学事課、教職委員課、指導課、 高校教育課、健康教育課、教育研究所、障害学習振校課、文化財保護課ほか、業務によって課などに分けられている。教育委員会会議の開催のほか、いじめへの対策として、意識調査を実施、さらに学校の合併や新設などを行っている。小学校5年6年で、外国語活動が必修となるより、前の2005年より、 市内の103校の小学校5.6年で英会話を取り入れた。2016年4月より小学校1年生より英語を正式教科とする。2006年度より埼玉県教育委員会とは別に独自の教員採用試験を実施している。ただし、一次試験の教職、一般教養、専門教養は埼玉県と同じ試験問題で実施している。試験受験時には、 人物評価表の提出を義務づけている。2011年度試験では年齢制限を58歳に緩和した。ありがとうございます。